おはようございます。西田航です。えっ、ー、と3月2日、えー、水曜日っていうところでね。いかがお過ごしでしょうか？皆様えーと本日はですね。曇りぐらいかな。天候的にはえっ、ー、と今日ちょっと出遅れました。暖かくなってきましたね。今日曇りですが、えっ、ー、と1 4度最低8度ってことで、もう。いよいよ今週ざーっと見てても。 柔道を下回ることはないということでいよいよ、えー、春の陽気ということでよろしいのではないでしょうかまあ巷ではねえー、とまだまだちょっとこう流行り病というところであんまり出歩かないようにと言いますかまあいろんな規制が多少あるのかなぐらいな感じではございますがまあできる範囲でね、えー、とやっていくとそういったことが重要かなと思っておりますで今日なんですけども、えー、と僕はこちらのサブチャンネルとえっ、ー、とメインチャンネルを えとメインチャンネルは、えー、と今日はね三脚のお話ししようかなと思ってます。僕最近ちょっとね三脚が大渋滞しているのでその辺の <laughs> 苦,悩苦悩といいますか皆様にご相談みたいな感じで三脚のお話ししようかなと思っておりますっていうところと、えー、今日は水曜日なので、えー、西田塾水曜日の渡るクレディオプレミアムっていうところでね、えー、と皆さんで写真を鑑賞し合うような。 感じにしようかなというふうに思っておりますと,いうところであとは写真展の準備ですね。今、えー、と写真集も作っておりますが写真展も、えー、展開しておりましてもういよいよね佳境っていうところですね。皆様と3月19日から、えー、東京タワーにてね写真展やりますのでぜひともそちらに足を運んでいただけたらと思っております。入場無料なのでねもう本当に、えー、と東京タワーにあえてねなかなか来ることってないと思いますのであえてね、えー、僕の写真を見に行 行くっていうことをきっかけについでにって言いますかね。あえてね東京タワーに来てまあ、展望台に登っていただいたりまいろいろねその周辺の撮影も結構楽しいんですよね東京タワー周辺ってねいろいろと僕もよくスナップしておりますなのでそういったえっ、ー、と写真を楽しむような形で、えー、東京タワーにお越しいただけたらと思っております。で今日なんですけれどもこちら。 R5 ね、結構やっぱこのカメラいいよねっていうお話したいなと思ってます。昨日実を言うと私事なんですが、えー、と第2子のね、お宮参りに行ってきたんですよ。まあその際にもうね、セルフでいろいろ撮ろうということで、それこそ三脚持って、レンズはね、RF の2470の F2.8。やはり一番よく映るし、そこそこ軽量だし、えー、明るいし、F2.8 だからね。っていうところで、 そのレンズつけて行ってきたんですけれども、えー、とバージョンはファームウェアバージョンが1.51かなで最近ちょっとそのお話もしたんですけれどもこの1.51がね意外とまあそんなにね動く車体ではないんですが息子とかちょっと走り回ってるところとかも撮ってみたりとかそのね食いつきも結構良くなってる感じがするんですよねまあ前も話したんですがファームウェアの1.40の時にあえて戻してですがえ AF トラッキングに関しましてはマスクしたまんまでも瞳拾ったりとか、えー、とその辺のアルゴリズム自体は R3 と一緒だけど AF の精度は1.4に戻してるみたいなね何かそういった雰囲気を感じるような AF に戻ってるような感じがしてまた R5 最近大好きっていう感じで使ってるんですよねで、まあ、R3 は、ね、で今収録してますけれどもやっぱりこうある程度コンパクトにしかも4500万画素なんでいざという時に引っ張り出せるえっ、ー、と トリミングできるっていうところもね、あの昨日場合によってはこう、うちの妻のお父さん、お母さんとかにね、こうちょっとこれだけ押して撮ってくださいとかってやることもよくやるんですよ。三脚に据え置いて、据え付けておいて、もう露出合わせておいて、もう押すだけにして、僕と妻と家族の写真を、えー、とお母さん、疑問に撮ってもらうとかね、そういったことをやるんですけども、そういった時にもとりあえず引きで撮っておけば失敗少ないし、あとでトリミングで抜き出しちゃって、4500万画素あればね、もう十分安心して使える絵になるっていう。SNS に ね、発表するぐらいだったら十分にとか携帯で見るぐらいだったらもう必要十分ですからね4500万画素あればね。なので引きで撮ってトリミングそのためにある程度クオリティの高いレンズで撮っておいた方が解像感とかねシャープネスとかクオリティが上がりますのでなので昨日は、えー、と一応プロフォトの A1 ストロボも持ってはいていたんですけどももう完全に三脚と R5RF の2470の F2.8 で撮ったっていう次第でね。 でまあ結論から言うとバッチリ絵としてはバッチリ記録をするっていう行為でもきっちりとね取り切れたっていうことなんですけれどもえっ、ー、と R5 うんやっぱりこう久しぶりね最近の R3 でしょ R3 今ちょっとえー、としまってますけれどもえっ、ー、とライカの M11 かとアポズミクロンとかあとはこちらねえっ、ー、と ソニーの α7M4 とかこの辺でだいたいスナップとかすることが多くてですね R5 の出番が意外と減ってはいたんですよねですがやっぱりこう今日記録するぞしかも軽量に失敗なくいくぞみたいなぐらいの時の一番間違いないのは R3 ですよやっぱりねもう絶対 R3 が間違いないんですが重さとかを考えるととかコンパクトにね入れていくってなるとやっぱりいいんですよね R5 がね。縦ででこうこういう形で僕のの場合はあの 雲台をこういった形で運用して使ったりするってなるとやっぱちょっとでも軽い方がやっぱ安定しやすくなるしとかねその辺を考えると、うん、コンパクトな三脚でもいけますから R3 だとやっぱちょっとね耐荷重4キロぐらいの僕が普段使ってるマンフロットの、えー、とエレメンツのカーボンだとちょっと怖いかなみたいな R3 が1キロ全然耐えられるんですけどねあので、えー、RF の2400が9 0 0ムっていうとこで、まあ、約2キロぐらいなんで。 耐重4キロでででででももえらられるるはずなんんすすすけけどどやっっぱこっちでねねせめて、まあ、300ぐらい減るんですけどあと遠心力ですよ、ね、高さが増して垂直にするとやっぱり相当負荷がかかりますから高さが増した分ねその辺で考えるとうんやっぱりとかっていうねもちろんこう L 字プレートつけてそのままとかってやればね安定はするんでしょうけどそれはそれでまた重くなりますもんねんって言った時のベストバランスでクオリティ出すとかじ実際にねやっぱりこれ。 R5 って、えー、とキャノン市場キャノンで今一番映りがいいカメラっていう風な位置づけですよねまあこれからはもちろん今年出るかな R1 とか出てくればまた勢力図は変わるんですけれどもまあ当面まあ2022年の少なくとも後半もしくは今年いっぱい来年頭前半までは絶対にこの R5 っていう機種が一番よくキャノンでは映るっていうそういった算段になりますのでねそういった意味では困った時っていうか今日はきっと ちりと残すぞぞでどうななるかかわらないぞトリミングするかもしれないぞみたいな時の安心感はやっぱり R5 になっていくのかなと。で業務用とかでねもう本当に失敗できなくぶどまり上げていってけん 堅牢性があってどんな状況でもテザー撮影も安定させてとかそういった運用になりますと、まあ、R3 の方が安心は安心ですが今までもねスタジオワーク散々 R5 で僕もやってきてますからテザー撮影とかでねなので、まあ、全然実績もありますしまあ 値段も今どれぐらいだ40万弱ぐらいで買えるのかな状態のいい中古でもまあでもカメラのカメラの値段ちょっと上がってるからまあでも40万ぐらいのボディですよねまあ高いは高いけどまあ買って後悔はなく長く使える少なくとも R1 が出たところでどのみちあの縦ぐり一体型のはずなのでえっ、ー、とそこそこボディが小さくえー 高画質高解像度にとっていくってなると今後も R5 が出ていく機会っていうのは大きいのかなと思っておりましてスチル機に関しましてもやっぱりこのブラッシュアップされてきた AF で3月末にはまたねオートフォーカスがより安定するっていう話ですのでこれもまた期待ですよねなので3月末なので今月末かにまたファームウェアが1.52なのか1.6としてくるかはちょっと分かりませんがメジャーアップデートなのかマイナーなのかはね ですがまた新たなアップデート、多分1.52だろうね。1.5で問題になったのをブラッシュアップしていくっていうかね、そういった形なので1.52かな。その辺が出てくるということで、ますますこのオートフォーカスの精度が上がれば上がるほど、えー、結局画質は良くなっていきます。なぜかというと、えー、露出測る露出もオートフォーカスで今、増面操作で測るので、そこでまずは正確であればあるほど露出が安定する。でその上で、 ジャスピンの解像度になればなるほど画質は上がっていくということでこの辺の掛け算ですよね適正露出とオートフォーカスでもちろんえと映像エンジンとかありますけれどももうデジック10はねデジック X はもう本当に 1DX マークスぎからもう脈々といいセンサーっていうのはもう分かってますよねもう R3 ですらデジック X で処理してますからなのでオートフォーカスの精度そしてまあ画素数っていうところまあこの辺が きっちりしてくるとでフォーカスさえレベルが上がれば露出も安定してくると連射撮った時にもずっと食いついてきてこのこの露出だよねっていうところでオートフォーカスずっとトラッキングしてるとめっちゃ安定するんですよね R3 もそれで実は秒30個まで切ったとしてもオートフォーカスが絶対に食いついてるからもうここだよねっていうことで露出を動かさないで撮るわけですよねなので日陰に行ったとしても日陰なりの精度できちっと出してくるから かななりねねブレがなく撮れるっていう、ね、本当に R3 はやっぱちょっともう一個 R5 とは別次元での露出の精度フォーカスの精度とか、まあ、やっぱり筐体ボディーが大きくなればなるほどまさに素晴らしくなるんだなっていう、ね、思ってる次第ですよね。っていう感じで R5 やはり、えー、素晴らしい機士ですねっていう再確認の動画でした。ということで今日もお使い方にお過ごしください。西田あたるでしたどうもー